どうもです。今回はですね、前回作りましたスパイスカレーうどん、あちらで使いましたスパイス、あれとほぼ同じものを使って基本のスパイスカレーを作りたいと思います。こちらもね、ある一つの工程を除けば結構簡単にできますんで、おすすめのメニューとなっております。それでは早速作っていきましょう。はい、というわけでそれでは材料の方を紹介していきます。こちら鶏もも肉が2枚、そして玉ねぎ結構大きめの持ってきました、2つです。そしてトマトホール缶、以上です。結構簡単ですね。それでは続きまして、こちら調味料の方いきます。またね、このスパイスに関しては結構ねややこしいんでね、どっかビャーっと書いておきますんでね、そちらを参考にしていただければと思います。今回ポイントはこちらです。クミンのねホールを用意しておきます。生姜とニンニクですね。でいつも大好き蜂蜜、そしてここにはないんですが塩コショウ、あとはね鶏肉の下味つけるのに、いつもの通りマキシマムスパイスを使用します。そして映ってるかな、めいちゃんが後ろで寝てますと。それでは作っていきましょう。
というわけで完成しました。はい、時間がありましたね。やっぱり玉ねぎね、炒めるのにね、ものすごく時間かかるんで、あとはね、すごく簡単なんですけれども、こんな感じに出来上がりました。はい、皮がいいとか、よいしょ。はい、こんな感じです。こんな感じです。はい。それでは早速、いただきます。うん。うまい。あ、おいしい。うん。ターメリックライスがね、ちょっと固めやったかなと思ったんですけど、カレーに入ることでちょうどいいです。めっちゃ美味しいです。うん、うん、でクミンのね、つぶつぶ感がね、食感がすごい美味しいんで、このね、クミンシードホールのものがね、手に入る方はね、ぜひ使ってみてください。美味しい。はい、というわけで本日はカレールーを使わずにスパイスだけで作る基本のスパイスカレーのご紹介でした。前回と同じようにスパイスはクミン、カルダモン、コリアンダーにカイエンペッパー、ガラムマサラにターメリックの、基本のねスパイスを使って作ってみました。こちらもね、前回と同じようにスパイスは決まってはないんで、自分なりにねアレンジしてみて好きな味をね作ってみるのも面白いと思います。今回ね、大変やったのは玉ねぎを炒めるところ、トマトを炒めるところ、そこだけなんで、時間さえあればね、いくらでもできますんでね、皆さんもぜひお試しください。というわけで本日の料理、美味しそう、役に立ちそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごさんごむりごでした。グッバイ。